はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで、今回のゲストは与那覇徹さんでした。イエーイ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にね、あの楽しいトーク2週にわたって、はいはい、ね、1週目はね、沖縄のあの伝統音楽について、はい、あのしっかりとね、はい、あの教えていただきまして、はい、であの2週目はそのね、沖縄音楽のその可能性ということで、はい、ねえ、あの徹さんも本当にいろんなバンドサウンドだったりとか、はい、いろんなアーティストとコラボレーションもされていますが、はい、ね、この6月に、はい、ね、配信限定アルバムリリースいたしましたね。そうですね、はい、あのもうここまでやるかっていう感じのものを、うん、まあ、あの今できる限り、はい、できたと思います。はい、アルバムタイトルをどうぞ。琉球サクセションということですね。あの伝統の継承ということで、はい、これからどんどんまた若い人たちに、うん、沖縄の古典音楽、うん、島唄に、うん、関心を持っていただきたいなと、うん、思う感じなんですけれども、僕自身すごいあの、うん、あそういった壁を打ち壊すような作品になっております。なるほどね、うん、であのアレンジャーがこれがまたすごいんですよね。プロデュースというかね、もう今をときめくあの、うん、EXILE とか、うん、高田久美、西野かな、東方神起とかですね、はい、まあ、そういうダンス系の、うん、曲のアレンジとかを手掛けているあの、うん、山木隆一郎さんのですね、うん、はい、サウンドプロデュースとなっております。いやすごいですよね。あの水木ちゃんもね、これオンエアで聞いたんですけど、結構いい感じでしょ。踊りたくなるでしょ。いいですね、踊ってください。ね、ぜひね、こんな感じで。そうそうそう、もうどんなでもいいですよ。本当だよね。そうそう、さあ、というわけでね、うん、今回 の, あのアルバム の, あの違いっていうのは、やっぱり、あれですよね、はい、今までってその DJ 主体でビートがあって、はい、で、沖縄民謡とかを、うん、あの切り張りしたり、はい、三線の楽器をフィーチャーしたりっていうことが前提だったんですが、はい、今回は、沖縄民謡じゃなくて、まず琉球古典音楽っていうところがポイントですよね。うん、そうですね。まあ、民謡も後々はやってもいいかなっても思うんですけど、うん、まずは、はい、あの古典音楽、うん、古典舞踊をですね、はい、このクラブのステージでですね、うん、踊ってる姿をまず、うん、見てみたいなっていうのがあったんですよ。その発想でスタートしたっていうことですよね。うん、そうですね。だからその楽曲自体があれなんですよね、うん、まずは三線歌ありきでやってるので、はい、曲の尺をいじくらないという。そうですね、はい、もうまずそれが第一条件で、うん、なるほどね。次のまたステップではまたいろいろやってもいいかなっていうのもあるんですけど、はい、うん、まずはこれが、うん、なるほどね。ということで古典舞踊をやってる方はこの楽曲で古典舞踊を踊ることができるっていうことなんですよね。はい、踊ることができますし、実はこの曲をですね、うん、カジャリフをですね、うん、7月の22日に、はい、日比谷野音で踊る人が一人います。あーすごいですね。はい、このビートに乗せてということですよね。そうです。 この楽曲でですね、日比谷野音で、うん、三代目玉城正義という舞踊家が踊ります。いや素晴らしいですね。だから会場的にはね、こういうあの、はい、ビートの刻み方をしてて、ステージではこういう感じの、はい、ですよね。そうです。なんか面白いですね、うんうん、だから2つの楽しみ方があるというね、はい、うん、そういう意味でも本当に沖縄の伝統音楽っていうのがより若い人たちにどん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 こういう楽曲とかを通してこう浸透していけばいいなというふうに思いますよね。はい、ね、ぜひ皆さんも配信限定なんで、ぜひ、はい、チェキっていただいてですね、一応ここら辺に出しておきますので、ぜひね、はい、チェキっていただきたいなというふうに思いますね。よろしくお願いします。はい、友達にもお勧めしていただければと思います。はい、あなたの友達にも、またそのまた友達にも、はい、最低3名からお願いいたします。3名からということで、ね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあもうせっかく三振なんで、最後、はい、なんだろう、等身同意でしまいましょうか、はい、皆さんで、ね、はい、はい、